こんにちは、春風ツアーです。ポーランド旅行今日の一枚、今回はカジミエシュ・ルルニーです。ポーランドはヨーロッパのほぼ中央からやや東側、この赤い六角形の場所です。そしてカジミエシュ・ルルニーという場所はポーランドの中では比較的東寄り、そして南側に位置しています。少し上にあります赤い丸は首都ワルシャワです。今回のカジミエシュ・ドゥルニーの今日の一枚は十字架の丘です。カジミエシュ・ドゥルニーというのはもともと非常に小さな、村なんですけれども、そこに14世紀に当時のカジミエシュ3世王様、大王というニックネームで非常に人気のある王様ですが、その王様のお城がありました。その居城の名前、王様の名前を取ってカジミエシュ・ドゥルニーという名前が付けられたのがこの村です。最近この村では、いろんなアーティストやギャラリーがたくさん、立ち並んでいて、芸術家の村というふうに言われています。その十字架の丘、こちらがカジミエシュ大王、カジミエシュ3世ですね。ニックネームは大王、カジミエシュ大王とも呼ばれます。こちらが十字架の丘です。この十字架の丘、この十字架というのは17世紀にこの村もしくはこの辺りで流行った疫病を収めるために祈りを捧げます。その祈りのために建てられた十字架と言われています。この十字架が建っている丘というのは少し小高い場所にあるので、この丘からこのカジミエシュ・ドゥルニーの町が、そのパノラマがですね、一望できます。お昼の姿はこんな感じですけれども、夜になりますと光が燃え上がるような非常に綺麗な夜景とともにその姿を見ることができます。今回の今日の一枚はカジミエシュ・ドゥルニーの十字架の丘をご紹介いたしました。ご興味がございましたらお問い合わせください。私どもがご案内いたします。ありがとうございました。